フランスミミザンの再主演再主演とは、樹木の種子を取るための樹木園である。その役割は二つあり。一つは絶滅危惧種等の保護、もう一つは品種改良などによって得られた形質の優れた採取義の種苗を大量に生産し、プランテーションや人工林に供給することである。再主演の設置には、同じ樹種の林分からなるべく離し、花粉防護林等を設けて、 外部の花粉汚染を極力少なくしたり、生樹の種苗を増殖するための木の配置や規模の確保、またそれ以外にも病原菌や感染症などが起きにくい環境などの条件が必要になる。なお、差し木で増殖しやすい樹木の樹木園は、採保園、農作物などの採取目的の畑は採取保と呼ばれる。採取園が作られ始めたのは比較的新しく、 日本においては、林木育種事業が開始された昭和32年以降から始められた。それ以前においても、林業種病法の下で、特定の母樹や母樹林が、種病採取源として指定され、それらから有料種病の確保が行われてはいた。平成15年12月1日に、林木遺伝子、銀行110番が開設された。天然記念物や巨樹、名木、 森の巨人たち百戦闘の樹木が衰弱した際に、公的機関等からの要請を受け、後継樹を増殖し、全く同じ遺伝子を受け継ぐ後継クローン内義を、里帰りさせるサービスである。ありがとうございます。